どうも、おジャーござ村です。えー、前回の、えー、続きというか、まあ、まだ前回の、まあその話は、ちょっと全部伝えられてないので、あの、まあ簡単に言うと、まあ前回の話を簡単に言うと、まあその、引退詐欺と言われて、まあその、引退はいいとして、詐欺というのが、 ちょっとまあ、言われたくなかったという話をね、させていただきました。で、まあその、な,な,なんでね、引退という言葉はいけなかったのかという話でして、まあ、言ってしまえば、あの、まあ、700万ポイントという大きな広告ポイントもらっている北極星があって、 まあそれは北極星だけの話。ニコトンのね。だけど、その、今自分があの上げてる百何十という、まあ、その動画の中で、その全部合わせて、こうえー、自分にか返ってきたポイントっていうのが、だから、一つの動画だけじゃなくて、全体の話で、 6300ポイントしか返ってきてないということを問題視しました。で、じゃあその、まあ、引退詐欺って言ったやつは誰なのかってことで、まあ、4パターン、えー、アンチとフォロワーとストプリモスクワ、ストプリ,リスナー、ストプリ関係者、あとはニコ動運営。この4つっていう、まあ、予想を立てて、そのうちの最後の4つ、ニコ動運営が言った場合は、ちょっとこれは許せないよと。 いう話をして、あと、ま、あその、まあ、鬼滅の刃の、まあ、タグ貼られたってことに対してはちょっとこれは自分が、ま、あその、それ自体がもう懸念,さ懸念材料であるということを言って、ま、あ一応、まあ、意見をね、だから自分の言ってことは間違えてないというね、証明が欲しかったりするんですけど、その、要はコメントが欲しいという、今回の 動画の内容ですね。本当にね、あの、自分が、その前回の動画も含めて、あの、言ってること間違えてないと僕は信じて、こうやって動画を上げたいと。そう、あの、思ってまして、あの、ほんちゃんと、いろんな人から、もうだから、あの、意,意見をね、意見を、 あの僕はもう本当に求めてますこれ本当にちゃんとした意見っていうかあの自分が今まで言ってることが間違えてるかどうかわからないあのもうあのニコトに動画あげられませんって言ったんですけどなんであげられないかって言った理由はだから先ほど申し上げたとおりあの引退詐欺とあのニコトが言ってきたというふうに思ったとしてその なんでこういう経緯になったのかということなんですよ、本当に。自分も,も正直よく分かってないんですよ。これは。一人の大人として、もうけなし続けることが合ってるかどうか。けなしていいことなのか、これはと。あのー、ま、あその、ニコドウに対して許しちゃいけないと思っていいのかどうかすらわからない。あのー、いつの間にか、なんか、人っぷり、 ストプリスナー、ストプリっていうやつがでかすぎ、その、そがで,でかすぎるんです、本当に。あの、それこそ、まあ、CD デビュー前のストプリがなんかその、北極星の動画とか、なんかいろんなそのオリジナルソングの動画に対してなんか言ってきたんですよ。それこそ、ドームツアー一緒に行こうなんて、なんでお前が言うんだみたいな気持ちでいまだにいるんですけど。 あのー、まあ不快でしたとにかく自分的には。ただ不快と言っててもだからあの二、ー、孤の中ではまあどういう立ち位置なんだろうなんかもうそれって上から来られてありがたいのっていうことも分からなくてあのー、そういうことだからマラシーとえっ、ー、となんだっけマフマフかのそうだから上から来るその態度っていうか それもなんか昔いたし <laughs>、なんでお前らって <laughs>、なんでお前らなのっていう <laughs>、よくわかんない状態で、いろいろやついてたっていうのもありますし、あの、ま、僕としてはちょっとだから、ニコ動の存在がよくわからない、ニコ動のやり方がよくわからない、感じで、まあ、こう、いつの間にか、 まあ、されたっていうか、まあ、たれたでしょうね。うん。まあ、僕としては全然、あの、ヒットなんてさせるつもりなかったんですけど、まあ、もともとがね、あの、入り口がやっぱり、その、あでまあ、地上波の番組で、まあ、まあ、ローカルですけど、あの、ブラマヨ相談部っていうね、今もやってないんですけど終わっちゃったんですけどね。あれがもうきっかけで、 結局、オリジナルソングを上げることになっちゃったんですけど、あれも、そもそもね、もう今やってないから言うけど、あれもおかしかったんですよ、そもそもが。自分は別にあの音楽を上げたいなんて一言も言ったことなくて、そこでは。あの、打ち合わせでは。<laughs> 全然 <laughs>。いつの間にかここがなってたっていうか、まあ、まあ、それこそ、あのど、うん、ギターを弾き語りはやりたいみたいな、言ったんですけど、あれもだって、 結局なんかこう、そういう風に持って、話持っていかれたっつうか、あのー、それこそね、あれもね、なんかその、なんだっけ、なんかいたな、あのー、某、えー、シンガーが、某シンガー二人が出てきちゃったんですけど、あれも結局、俺正直乗り気じゃなかったからね、あのー、収録時間遅刻したからね、俺はし <laughs> 何これとかもいなやったからね。 うん。あのー、まあ、だったら断ればいいじゃんって話だけど、なんだろう。なんでこういうことになったんだろうなっていう部分が、もうどん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 わけわからん話がそうなったっていうか、あの、全部が納得いってないです。つまり、これにしては。納得、全部いや納得も理解もしてないって感じ。なんで、あの、だから、一番だから、その、この、YouTube で動画を上げてる理由としては、 自分がどうすべきだったか教えてほしいっていうかね。<laughs> そこなんですけど、あの、いや、わかんないんだ。だからその、自分の周りに、こう参ったと思うけど、それこそあの、まあ、だからその、うん、ネットでこう、まあ、活躍されてる方々は、そこまで偉いのっていう気持ち、またにあるというか、まあ、うん、言い方悪いけど、 だってテレビ、俺の世代は本当テレビがすべてだから、テレビに、心配に出てない人ってそんな偉くないって思ってるから、<laughs> うん。もう認識が違うんだろうなとは思ってるし、あのあ、理解できないって言ったのは、だからその、ストップリとかが、ストップリ、もう本当さっきはストップリ、ストップリ言ってるけど、あの、だから、上から来られたわけですよ、<laughs> それが。 もうそこですよね、もうね。そこもあったから。あの、お金の件もお金っていうか、その、広告ポイントの件もわかんないし、わけわかんないし。あの、まあ、そりが合わないって言ったら、本当そりが合わないと思ったんです、これ、ほんに。あの、理解できないもん。いろんなことが。あの、それで、こう、ニコドがつまんなくなったっていうか、 本当前も言ったけど、ニコ動に上げてたのは釣りでだったし、別に上げる必要ないんですよ。<laughs> YouTube もぶっちゃけそうなんだけど、俺は本当にもうね、あの、蓋付きして上げ,上げれれば何でもよかったんだけど、うん。なんか気が付いたらこんなことになってたっつうか、んな感じなんで、あの、だから今のこの自分のやり方、だからそのニコ動に対して動画が上げ,上げませんっていうやり方う間違えているかどうか、それも,も全部がわかんない。とにかく。 もうわかんないことだらけなの。本当に。一番どうしたらいいかっていう、だからどうしたいかっていうか、まあ、どうしたいかってなると、その、まあ、納得したいね。<laughs> とりあえず。納得したいね。<laughs> うん。納得できる答えっていうか、納得できる状況っていうか、そ だから、まあ、プロの歌手、まあ、もともと目指してないって言ったけど、だから、本当に目指してないです済ましていいのとかさ。なんか、それこそプロの、だってシンガーがどん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 こっちのプフォロワーにそのツイッターだけど、ツイッターそういうなってきてるし、まあ、自称かもしれないけど、その人たちは。わかんないけど、でも実際だって、まあ、名乗ってる以上はもうシンガーソングライターなんだろうなと。 思ってまして、もうそれこそ裏方も出てくるし <laughs>、あの、ま、だからストップリーに対する対応が間違えてるなら間違えてるで、それ謝るし、うん、わかりませんでした、申し訳ありませんでしたって言う,言う言え言え、言わなきゃいけないんだったら、それは言うかもしれないけど、今のところ、そんなつもりないんですけど <laughs>、わかんないからね。 うん、そんなに偉いのしか言いようがなくて。で、それこそあの、ニコトとかでも言っときね、意見を求めたけど、あれだからもう、ひいしてるだけだからね、気持ち悪くてね。<laughs> あれ、本当に。わかんないんですよだ。だからもう、なんかさっきからな長々と喋ってて、中身がなくて申し訳ないけど、もう、全部が全部わかんないから、中身がないんですよ。<laughs> 本当に。わかんないことだらけだから中身がないんですよ。あの、 まあ、それこそ、お前なんかもうやめちゃえよって言わればそれまでだと思うし、あの、あ、一つだけ言わしてほしい。あの、もし、コメント、その、まあ、なんだろう、ディスられるというか、ただのディスリはもう消すから。<laughs> マジで。あの、だから、例えばそうだな。まあ、例えば、リジャー木村やめた方がいいだけだったらもう消すから。理由がないのは消すから、もう。 そういうもんですよ、これ。あのー、ディスられるぐらいだったらもう、消すから。<laughs> だからその、ちゃんとした理由っていうかさ、その、まあだから、なんでって、そんなこと無理だよって言うかもしれないけど、やってそうでしょう、死死さえ。だって、あの、ネットでさ、反論するってことはセコじゃない喧嘩売ってんだから。と思うよ。喧嘩売られてんだよっていう話でさ。うん。 うん、それも、ブログの頃からもそれ思ってたから。あの、自るやつはもう消すから、<laughs> マジで。でそれ先言っとくわ。あの、ここだから、あの、う,よう,ようつべとかにか限らず、あの、荒らしてくるやつとか、そういう怪しいやつは全部消すから、もう。かもうそれっぽい、だからその、なんか、わけのわからん、あの、まあ、前もあったのさ、そのツイートとかそういうの。なんか急になんか、ねえ、 あのー、それこそ、言ってしまえば、某芸能人をなんかあの、なな名乗ってる奴らがいて、<laughs> それでなんか FX やってるとか言ってる奴らがしつこかったことあったの。気持ち悪くて、そ,そいつらはもうブロックしたしね。いや、そういうことするから、マジで俺。あのー、いらん奴は全部か、自分の中でカットするし、できにするから。うん。そういうつもりでやってるんで、とりあえず、とりあえず、一番今の段階としては、だから、ニコノに対して自分の行動があってたことかわかんないから、とりあえず意見が欲しい、本当に。 確かに意見が欲しいと言ってないけど、本当に意見欲しいんです。はい。どうかよろしくお願いします。もしね、もし、ま、納得できるような状態じゃなければ、またあげますんで。こういう中身のないことでも何でもいいから、あげますんで、もう。とりあえず意見だけください、意見だけ。そこだけお願いします。お願いします。